いやー、まさかの人身事故だったけど、ようやく着いたぜ。はい、こんにちは、ひろぎです。先日、イエローサブマリン大宮本店にて、ステーションチャレンジに参加してきました。実は初めて行くところで、そもそもコースレイアウトとか、会場の雰囲気とか、わからない中で行ったんですけど、密かに作ってました、こちら、3レーン専用のマシンで、今回のステチャレに参加しました。今回のステーションチャレンジ、タイムアタック形式で2本走りますが、マシンの車検、エントリー後にモーター交換ができないっていうことで、モーター見えないね。はい、アトミックチューンモーターで本番のレース走らせました。それでは当日の大会の様子をフリー走行からお送りしたいと思います。マシン大丈夫ですか？はい、じゃあ奇跡迎えて4名行ってみます。オープンクラスですね、優勝は33秒133のウェロックさんです。おめでとうございます。
はい、ということで、レース優勝はできませんでしたが、フリー走行からローラーセッティングを見直しまして、難関だったセクションもコースアウトせずにクリアすることができました。ブレーキセッティングも1本目2本目と厚さを変えてみたところ、どうもねこれが良くなかった。セッションチャレンジに参加しまして、参加賞としてステッカー、お楽しみ抽選会で見事プラボディもゲットしました。ありがとうございます。大会で優勝しましたマシン、イエローサブマリンさんの方で掲載してますので、もし気になる方がいたらチェックしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニオンクマスターでした。